ファンを作るっていうのは全然今でも難しくないのかなというふうに思いますね。ネットでの稼ぎ方は異性が対象の場合ですね。あの要は、あなたが男性なら女性、女性なら男性っていう形、異性を対象にする場合、ターゲットにする場合っていうのはどういったものがあるんですか聞かれますね。異性を相手に稼ぐ場合、まあ例えばですね、男性だったら女性の心理を知りたい、まあ、彼女とかですね、あの奥さんがいる場合ですね、女性の考え方を知りたいって言ったら女性に聞いたりすると思うんですよね。なので、まあ、恋愛とかですね、結婚というのはやっぱりそのテーマとしてなりますね。で、情報発信、まあ、LINE とかメルマガでの情報発信というのも、結構ですね、あの恋愛とかそっち系 の, あのジャンルっていうのは稼げるっていうふうには言われてるんですよね。ただまあ当然ライバルが多いので、あなたの差別化ですね、 USP 強みをはっきりさせてから、何があなたは他の人と違うんだと、あなたの情報を読む価値は何だというところをはっきりさせた上で、情報発信するなら、まだまだ恋愛とか、まあ、人間の欲求に根付いているところなのでありかなというふうに思います。